こんにちは。今回は近鉄特急火の鳥の動画です。展望席最前列の風景と走行シーンを徹底追跡していきます。近鉄名古屋駅に来ました。地下のホームに名鉄名古屋駅との連絡改札があります。大阪難波へは 189.7 キロ、特急で約2時間です。特急火の鳥が停車しています。流線形で鮮やかな赤い車体、いいですよね。今日は先頭のプレミアム車両に乗ります。4段の階段を上がると車内にプレミアムシートが並んでいます。一番前は広々とした展望席です。今日はここに座っていきます。特急火の鳥大阪難波行き出発です。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。大阪難波行き特急火の鳥65列車です。 JR 線の下から地上に出てきました。しばらく関西本線と並走です。次は津です。1号車6号車には引き立てのホットコーヒーやお菓子などの自動販売機があるカフェスポットがございます。 JR の車両基地のターンテーブルです。元名古屋機関区ですね。その横を通り過ぎていきます。名古屋行きとすれ違います。JR 関西本線と交差です。名古屋から約5分、この辺りはたくさんの川を渡っていきます。地図で見るとこのようになっています。富吉の車庫を通り過ぎます。引退した12200系特急車両が止まってます。車窓を右手に伊吹山が見えてきます。木曽川の長い鉄橋を渡っていきます。木曽川と長良川に挟まれた桑名市長島町を通り過ぎます。今度は長良川と揖斐川の鉄橋です。昔の鉄橋の橋脚跡です。濃尾平野を形作った豊かな水量です。長良川を渡り細い中洲を通り過ぎて、今度はすぐに揖斐川を渡っていきます。この2つの川の水位が違うんですよね。わかりますかね。今渡っている揖斐川の方が水位が低くなっています。さあ鉄橋を過ぎると JR と交差をして桑名駅へ入っていきます。桑名駅を過ぎると線路幅の違う3つの路線が並走します。さあ特急火の鳥、 JR の特急南紀とすれ違いです。 JR 線と4度目の立体交差です。近鉄の保線用のターンテーブルです。その横を特急火の鳥が通過します。
富田駅の近くで JR 線と交差をします。そして三岐鉄道三岐線が近づいてきました。その三岐鉄道との乗り換え駅、富田駅を通過します。さあ、濃尾平野を越えて伊勢平野を進んでいます。戦国の悲劇の城、羽津城に登るアーチ橋をくぐります。ここは有名な鉄道撮影地にもなっています。あのアーチ橋は歩いて渡ることができます。三重県内で最大の町、四日市の駅を通過します。 JR 関西本線と交差します。 JR の貨物駅と近鉄の車両工場がある塩浜駅を通過します。四日市のコンビナートが遠ざかっていきます。ここで車内の観察をしていきましょう。まずプレミアム車両です。各座席に案内パンフが置いてあります。肘掛けに調整パネルがあります。バックシェルがあるので遠慮なくリクライニングができます。カーテンは電動で上げ下げできます。レギュラー車両も高級感があります。バックシェルもついています。デッキのカフェスポットにはお菓子や火の鳥グッズの自販機、200円の引き立てコーヒーの自販機もあります。お湯は無料です。100円でティーバッグの紅茶を楽しめます。大きな窓の休憩コーナーとトランクを入れられる無料のロッカーもあります。近鉄特急名物のおしぼりも自由にもらえます。特急火の鳥伊勢平野を駆け抜けます。名古屋行きの火の鳥とすれ違います。磯山駅を過ぎると左手に海が見えます。少しだけですけどもね。火の鳥から見える海はここだけです。伊勢鉄道の一両編成が走っています。まもなく津に到着します。 We will soon make a stop at 津。 JR 紀勢本線と交差をして津に到着します。ここで火の鳥の乗務員は交代をします。三重県の県庁所在地の駅、 JR と伊勢鉄道との共同駅です。 JR 線は非電化でディーゼルカーが発着しています。さあ、特急火の鳥津駅を出発します。鶴橋まで1時間14分ノンストップです。この後、右手に見える山に向かって峠越えをしていきます。雲津川の鉄橋を渡ります。いよいよ伊勢中川の短絡線です。スピードを落として伊勢中川の短絡線に入ります。特急列車が方向転換をせず直通するための短絡線です。まず渡り線で名古屋線の上り線に入ります。少しだけ上り線を逆走します。そして短絡線へ入ります。ゆっくりと名古屋線から短絡線に入ります。三角形の路線配置です。いろいろな広告塔が立っていますね。右への急カーブを進みます。大阪線の線路が近づいてきました。大阪線の下り線をクロスオーバーして少しだけ逆走します。短絡線から大阪線が入る特急火の鳥です。まず下り線に入ってからシングルクロスの渡り線で上り線に入ります。大阪線の上り線に入ると再びスピードアップをして大阪難波へ向かいます。さっき渡った鉄橋が右後方に見えます。
車窓の右手に注目です。水位が上がると水没をする沈下橋が見えます。ここは自動車も走るんです。ぜひ伊勢志摩ライナーの動画を見てください。さあ、いよいよ伊勢平野から伊賀盆地への峠越えです。34.2パーミルの勾配表です。榊原温泉口駅では車窓の右手に一瞬だけ珍しいものが見えます。これです。東青山駅と四季の里公園です。山あいにモーター音が響きます。長い2つのトンネルを通ります。2つのトンネルの間で少しだけ光が差し込みます。5652メートル新青山トンネルです。特急ひのとり新青山トンネルを出てきました。久しぶりに視界が開けてきました。峠を越えて平坦部を走ります。伊賀鉄道との乗り換え駅、伊賀神戸を通過します。そして名張の車庫を通り過ぎます。伊賀盆地の直線区間を全力疾走します。再び山間部に入ります。くねくねと蛇行する宇田川を3回渡ります。どんどん高く上がっていきます。高さを感じる車窓になっていきます。後ろの方に名張の町が見えています。峠を降りてきました。これから奈良盆地を進んでいきます。遠くに大神神社の鳥居が見えます。名古屋行き特急ひのとりとすれ違いです。桜井駅で JR 桜井線と交差をします。白田への衣を干す天の籠山、大和三山です。同じく大和三山、耳なし山です。大和八木駅を通過します。京都行き特急が通る短絡線が離れていきます。左手に大和三山、うれび山です。五移動の車庫を通り過ぎます。塩浜にもあった電動貨車です。 JR 和歌山線と交差します。大津の巫女が眠る二条山です。
右側に旧トンネルが見えます。このトンネルで奈良盆地から大阪平野へと入っていきます。JR 線と10回目の交差です。生駒の山を眺めながら大阪平野を走ります。市議山口行きの普通列車です。 JR 大阪東線と立体交差です。天王寺にあるアベノハルカスが見えています。奈良線と並んで福福線を走ります。本日は新着特急ひのとりをご利用いただきましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちいたしております。大阪難波まで直通するために大阪線から隣の奈良線の線路へ移ります。大阪線は大阪上本町止まりだからです。鶴橋駅に到着です。三重県の津から途中の奈良県では停車はせず、ここまでノンストップで1時間14分走り続けました。JR 大阪環状線の乗り換え駅です。 JR との12回目の交差です。焼肉の香りがする鶴橋駅、活気あふれる商店街が広がります。ホームには日本一小さなファミリーマートがあります。そんな鶴橋駅を発車します。次は大阪上本町駅です。大阪線は地上ホームの終点へ、奈良線は地下のホームから大阪難波へ進みます。大阪上本町で名古屋行き日の鳥とすれ違います。次は終点大阪難波です。ここで天井に注目です。照明の色が変わります。まもなく大阪難波に到着します。この地下トンネルは上下線の間に柱がありません。見通しが良くなっています。いよいよ大阪難波へあと一駅、ラストスパートです。大阪難波駅3番線に到着です。終点大阪難波に到着しました。奈良、伊勢島、名古屋への玄関口、大阪市の中心部の駅です。名古屋から 189.7 キロ、2時間5分の旅、いかがでしたか？最高級の車内、移りゆく車窓、3階の峠越え、とても魅力的でしたね。最後まで動画を視聴していただきありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただければとても嬉しいです。これからも応援してください。それではまた皆さん、ごきげんよう。